配っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。しょうがないな。ペコペコ。やっぱ姑でした ね。まあ飯だけ食って帰りますか。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。誰これ。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんね。お母さんクラウドの、さっきのシュートメとそっくりじゃないですか。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。ティファとエアリス2人いんだけど、どうしよう。どうしよう。はいはい、出てきますよ。本当にひどい人ですね。布団なしかよ。掛け布団欲しかったよ。掛け布団ないとつかねえよ。お望み通り出ていくさ。もうねえ、バイバイティファ。ティファじゃねえわ。エアリスだ。いやもうねえ、ティファとエアリスがごっちゃなんだよね。こっそり抜け出そう。エアリスに気づかれないようにこっそりと家を抜け出しましょう。うっかり物を動かして音を立てないように注意しましょう。なんか映像から見て、なんか無理やり部屋に収監されてるけど。隣の部屋がエアリスの。どうした？何も倒してなくない？どうしたのクラウド？いや。怖い夢でも見た？うわあ。でも夜明けまで待ってね。収監された。ちゃんと送ってあげるから。ああ。収監された強制的に。今度は見つからないように。物倒したかな。なんかほとんど歩いてなかった気がするんだけど、なんかあったか床に。あ、なるほどね、これがあったのか。ちょっと待って、とっちらかりすぎじゃないここ。もう休んでてって言ったでしょ。あ、言葉変わってる。ほら部屋に戻って。ごめんごめん。いや物多いっすよ、エアリスの部屋の前。なんでこんな物多いの。何も言わなくなったな。もしかしてエアリスって家庭的かと思ったけど、意外とガサツなのかもな。でもさ、なんか地味に難しくないこれ、抜け出すの。缶がない。あれ？なんか物すがなくなってない？ちょっとエアリスの部屋、開けたくなっちゃうな。開けられないか。なんか難易度調整したのか、一気に物が少なくなってんな。お、危ない危ない。なんか2階もさ、屋上か。屋上行くための道もなんか椅子で封鎖されてるしさ。どうしたんだろう？起きてる。行くのかい？はい。7番街へ行くにはどうすればいい？6番街を抜ければいいのさ。簡単だろ。まあな。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。ま、元な。元ですけどね。あの子には、もう、関わらないでくれるね。はいはい。わかった。わかりましたよ。ありがとう。本当にね。そっけねえですわ。すまないね。謝ってはくれるんだね。テレビつけてこうぜ。なんか倒したら起きてくるかな。あ、倒せないか。わかったよ、出てくよ。その前にちょっとキッチンだけ見して。なんもない。なんもねえのか。すまないね。もう出るしかねえのか。わかったよ、出るよ。じゃあ、あー悲しい。せめて寝たかったよ。じゃあもう普通に帰ればいいのか。はい、さようなら。ああ悲しい。引き止めてって。後から戻ってきてって言われても絶対に戻らないんだから。お、誰かいますね。あら、お花屋さん。今日は子供たちが来てくれて。お花屋さんではないんだけど。ありがとうね。もうみんなソルジャーソルジャーって大騒ぎ。元ですけどね。エアリスにもお礼を言っておいてちょうだい。まあもう会うことはないんですけどね。いやごめんなさいね。
猫じゃらしで円を作ってしまって、しかもなんか何にも BGM がないのは不穏だな、怖いな。なんかほんとね、あのエアリスはね、もう会うことはないでしょうから、素材をぶん取っていきましょう。一応アイテムも買っとくか。売り上げの一部はリーフハウスに寄付してるよ。優しい、聞かしてますねおばさん。いやでもハイポーションもなんかね、数かなんかかさむと結構高いな。またな。おお。じゃあ今度こそ行きましょう。ああ悲しいな。あれ、これは偶然ですな。偶然ですね。どこで、どういうつもりだ。どっから抜け出してきたんだ。待ち伏せ。どうして。もっと一緒にいたいから。それはつまりそういうことですか。道案内を頼む。喜んで。お母さんに怒られるよこれ。頭いったー。クラウド、目がかゆいのか、花粉症かな。なんでもない、きっと花粉症でしょうね。じゃあエアリスが帰ってきたんなら結局MP アップ、HP か、 HP アップマテリア戻すわ。なんだよ、なんだかんだでね、そういうことなんでしょ、違うかな。よし、空が見えるな。上工事中だからね。ああ怖いね。ミッドガルを建設してる時プレートが落ちたんだって。もうね、ここら辺残骸あるからね。まだ人が住み始める前で大事にはならなかったんだけど。そっか、だからなんかあれがスカスカだったのか。なんでこんなスカスカなんだろうとは思ってたけど。あれはウォールマーケット。あれがウォールマーケット。特別な場所なの。へえ。6番街のスラムのことを知ってる。全然知らないっすね。話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。全然知らないよね。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所お店いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、経済が発展してますね。そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう。なるほど。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。なるほどね。だから壁があったのか。巨人じゃなくてよかったね。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。じゃあお前エアリス6番街来ない方がいいよね。興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、お私のおすすめはこっち。まあね、エアリスのこと考えたら6番街あんま行かない方がいいよな。ちょっと気になるけどね。あ、でもなんか行けそうだけど、ちょっとチラ見してくるか。封鎖された。この先危険、モンスターに注意って書いてあるけど大丈夫ですか。てかエアリスモンスターとか大丈夫なのかな。まあ一応戦えてるけどさ。うわ落ちてきたプレートそのままになってる。結構荒れた道っすよこれ。楽しそうでしょ。いや楽しくないでしょこれ。ネズミじゃねえ。
初の落とし子か。あれはロボットアーム、かわいいよね。かわいいか。そんなかわいいってもんじゃないと思うけど、なんか操作できそうだな。よーいしょと。うそ、はしご引き上げられてる。まあクラウドのジャンプ力があれば。この子使えないかな。いや、クラウドのジャンプ力があればこれぐらいいけるでしょ。うん、いや絶対いけると思うんだけど、それはちょっと従わなきゃいけないっていうね。どうすんのこれ。 L でアーム昇降で R でアーム、エアリスを乗せる。え、大丈夫。あのこういうね、あのアームの免許持ってないけど大丈夫かな。うわー。こっちこっち。え、これ踏みつぶせたりするのかな。じゃあ私乗るから上までお願い。本気か。もちろん、上に行ってはしご下ろすね。これ大丈夫か。乗せましょうか。あ、乗って。怖すぎでしょこれ。すんごい揺らせたりするのかな。え、これ大丈夫これ。すごいな。エアリスすごくないこれ。この高さから。ああやっぱエアリスさ、あれだよね、ソルジャー素質あるよね。これでもさ、なんともないもん。やっぱソルジャーの素質すごいんですね。はい、降りて。安定感がすごいもん。いけそう。待っててね。はしご下ろすね。あ、どうもどうも。お待たせしました。ただもんじゃないな。うわー、勝手に動いてる。怖っ。すげえな。エアリスこれ乗ったんでしょ。やったね。ほんとすごいよ。ハイタッチ。あれ？あれ？ハイタッチ。よし、この調子で頑張ろう。いや、なんかねえ、このソルジャーの素質を。待て。え？え、何？起こしちゃった？え、誰お前。でもサンダーでいけるでしょ。覚悟はいい。サンダーじゃいけないか。来ないで。行け。おい。そこも通れたはずなのに。慣れましたね、だいぶ。あれ、いけないの。別にいけるでしょ、これぐらい。モンスター出るようになったから塞いちゃったのかな。いや、いけるってこれ。これぐらい。遊んでたのか。スラム育ちですから。たくましいな。嬉しくない。そう？めちゃめちゃたくましいと思うけどね。あ、こっちから行くしかないのか。ん？また。アームで、あのコンテナ掴めない？いや、任せてくださいよ。コンテナを掴むが、丸ね。はい、掴みます。便利だな、これ。なんかマテリア置いてあるし。すごい！クラウド、もしかしてアーム担当だった？クラウド免許持ちかもな。はい、はい、ハイタッチやろうよ。頼む、やろう。やろうよ。やろうよ。ハイタッチしようよ。あれ見て、どうして意地悪するかな。本当だよね。また腕の見せ所だね。エアリスの人使いが荒い。でもあのコンテナを持った意味は。私下に行くね。え、わあ。エアリス落ちてきた。クラウド、いいよ。いや、いいよっつか、これ何どうすんのこれ。え、これ何、これなんだよこれよ。いや、話すよ。あ、そこの足場にするため。でもそれ結局コンテナの上に乗んなきゃダメじゃね。
上がるよね。すごいすごい、あ、エアレス耐えてる。ちょっとよろけてるけどまだ耐えてるぞ。すごいな。まあやっぱソルジャー候補は伊達じゃないっすね。拾ってそれ。ちょっと待ってて。それ何？封じるマテリア。やったね。やったね。はいどうぞ。開けてください。はいストップ。今はしご下ろすね。下ろしたね。やったメインストーリー共同作業いいですね。いやちょっと待って、今なんかあったぞ。結局下から行けるルートもあったんだけど、何だったんだ。あ、なるほどね。なるほど、これ下からなんか行けたっぽいね。まあ別に行かなくても大丈夫でしょ。クラウド、こっちこっち。まあ多分ね、上から結局コンテナ動かさないといけなかったんだろうな。こっちは何？え、何これ？何この穴蔵？よいしょ。ここは何ですか？クラウド、ゆっくりでお願い。わかった。ゆっくりね。何これ下水？え、何これ？あれ？なんか結局上も下も行ける、なんかゴロ付きのねぐらとか書いてあるけど、あれこれ結局さ、上も行けるし下も行けるってことなの？どういうことなんだろう。ちょっと待ってね。あ、こっちもまたアーム？あ、じゃないな、自販機か。よかった、こっち寄っといて。これエアリス行ける？これまんま鉄骨だから電流鉄骨あたりになっちゃうよこれ。これ落ちたらひどいぜ。5メートルの高さから落下するよりひどいよこれ多分。下下水だからね。さあゴロ付きのねぐらとは書いてあったけど、うわ、なんかねぐら感あるな。こんばんは。こんばんは。誰もいないね。え、でもゴロ付きのねぐらってマップに書いてあったよ。焚き火の跡だ。誰かがいたわよ。まだ新しい。ちゃんと私たちもキャンプしていく。火の処理ちゃんとしなさいよ。そんな時間はない。それにおい見ろよ、泥棒がいるぞ。あれ、人んちを荒らしやがって。やべえ、こりゃ弁償してもらわねえとな。やべ、奥安。弁償ってなんだ。弁償っていうのはね、あれですよ、本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、その知らないで使ってたんですか。まあ、あれですよ、弁償ってのは、まあ、ツレションの派生形みたいなもんですよ。俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。そうだよ。あー、信じらんねえな。じゃあ、どうすればいいの。身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみも知らねえのかよ。身ぐるみってのはな、身ぐるみも知らねえのか。生きるの大変そうだな。弁償だ。おお、身ぐるみが弁償か。身ぐるみイコール弁償。もうめちゃくちゃだよな。あ、もう戦うのね。やってる。よいしょ。なんだ、なんか地面がビリビリしてるの。え、待って、なんか500キル取られたぞ。エアリスは三角を長押しして魔力を貯めてからボタンを離すことでテンペストを発動できる。よいしょ。ポン。あ、なんだ。まあいいや、ちょっとよくわかんないけど。危ないよ。もう一回やろうか。怒ったから。よーし。あ、58ギル取り戻した。いいか、お前ら動くなよ。死んだふり。死んだふり。バレてない。
人すげえやついいんだけどすごい体勢でやられてますね。クラウド、どうしてソルジャー辞めたの？なんでだと思う？言いたくないならいいけど。ソルジャーの時、仲のいい人とかいた？いや、いなかった。その性格じゃな。いないだろうね。え、お前ら。なんだ？お前ら。だからこっちのセリフだよ。こいつの腕試しだ。いや、お前らさっきの奴らじゃないのか。仲間みたいな感じ。またはしごが上に。あ、私あいつらか、はしごあげたの。クラウド、アームの操作お願い。はいはい。アーム2つあるけどね。あ、なんかマテリアルあるぞ。え、他のアームへ切り替え。なるほど。他のアームに切り替えることもできる。エアリスどこ？見えないんだけど。先にこっち持つのかな。こっちこっち。さあ取ってきてください。あ、半イカ。何半イカって。どう？え、何？イカの仲間？それとも範囲のこと？あ、エアリス危ない。エアリス危ない。話せないかな。エアリス危ないよ。あれ、動かない。エアリスが止めているのか。エアリスさ、ちょっとどいてくんね。これさ、クラウドがさ、ちょっとエアリスそこどいてくんねって言ったらさ、済む話だよね。なんでやらないんだろう。コンテナ積み上げたけどさ、これ多分危ないやつだよね。本来のこうアーム作業、こっちこっち、まああると思うんだけど、これ乗せたら多分ダメ系のやつでしょ。あの労働基準コンプライアンスとかそういうところに絶対引っかかるやつだよね、これ。あ、そもそもアームで人運んでる時点でもう完全にアームダメですよ案件だけど。いや、アームがね、あんまり動かないんだよね、こう速度が。まあ逆にこのアームで速度あったら怖いけどね。これぐらいの速度がまあまあ安全的にはいいんだけど。はい、はい、降りて、はしご下ろして。ありがとう。今はしご下ろすね。おお、次はハイタッチするんだろうな。一回くらいはしてほしいよ。足足で蹴っ飛ばしましたね。よいしょ、あと広もないか。よいしょよいしょ。はいはい、今回大変だったからね。はい、うまくいったね。おう、 あれ、うん、あれやらないの？クラウド、今いぞぞ。おい、なんでやらないんだよ。やろうよ。クラウド、次は合わせるからね。配慮してくれた。何の話だ。ごめん。いや、次はやってくれるって。次あるかな。もうないんじゃないの。おっと、そこのカップ。隙をつく。このまま降りてくるから、身ぐるみ置いていきな。また行ってるよ。やったね、やったね。ほら、出口。やったね、ハイタッチは。ハイタッチしようよ。よいしょ。じゃあ、はい。あ、これしないこともできるのかな。あ、これは逃げられませんね。まだかな。まだかな。どうしようかな。ほらほら。いやーね、やっぱさ、俺にもプライドってもんがあるからね。腕疲れてきたかも。やります。なんか止ま、やらなくなりそうだから、やるしかない。はーい。
ったーイエーイかわいいかわいいな。なんか徐々にティファのこと忘れてきてるかもしれんあれ7番街スラムへ抜けるゲート、あれどうすんの、開けらないでしょ。閉まってるな、開くのか。ねえ少し座って話さない。え、いやそんな時間は。話そう話そう、こっち話そう話そう早くめちゃ雨降ったら滑めっちゃ滑りそうな遊具だなツルツルだもん、はあ、昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか、見えそうなんだけどギリギリですよ今のカメラえこれあれですよね、もう完全に好きですよね。クラスファーストだったんだよね。そうだよ。ああ、そっか、それがどうかしたドラえもんみたいな目が描かれてんな。うん、同じだと思って。え、同じ誰と。やはり初めて好きになった人。え、ちょっと待って、今好きな人出されてもちょっと嫌なんだけどちょっと普通にちょっと嫌なんですけど。名前は多分知ってる。知ってる？なわけないでしょ。まさかあのスキンヘッドか。え、絶対あいつやん大丈夫？絶対あの挑発ロングのストーカーですよね。セフィナンタラさんですよね。綺麗。え？目でしょ？瞳。ですよね。ああ、魔法を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。でもあんたのお母さんにはなんか否定されましたけど。知ってる。ごめんねこんな話。まあまあまあ別にいいですけど。まあね、そろそろバレットたちにも会わなきゃな、いけないから。前見なくちゃね。別れの時、悲しい、普通に悲しい。え、ちょっとあのウェッジと交換しないウェッジと交換しません。まあウェッジも好きだけどさ。ここ。え、うん、ちょっと待ってて。え、なにこの遊具じゃん。見て隠し通路、7番街スラムまで繋がってる。なんで遊具の中に下水道みたいなやつがあんの管理しにくいでしょ下水の人。悲しいよ。じゃあえどうぞ。あー悲しい悲しいよ。また来ますからね。帰りは大丈夫なのか。大丈夫じゃないって言ったら戻るよ。家まで送ろう。それって変じゃない。まあでも道分かったからね結局一緒ね大丈夫、実はもっと安全な近道があったりして。それ先に言えよじゃあゴロつきと合わずに済んだでしょ。まあ嘘かもしんないけどえ、それじゃあもう行く。ちょっと待っていやもしかして寂しくなった。いや別に寂しいわけじゃないし、ただ公園の中でなんか拾えるものないかなって思っただけだし、でもなんか特に行けるとこなさそうだし、え本当に、いや、やだな、なんかどうしよう、なんか行けそうだしなんか見つけちゃったし、エーテルだし。え、なにこれ。あ、ちょっと待ってね、エアリスさんちょっと遊んでこいよあ、そういう遊びなの。
まあ、子供用だからあれだよね、飛び箱みたいな感じで遊ぶんだろうな。え、ちょっと待って、ちょっと悲しいからセーブさせていつでも戻ってこれるように。